はいどうも、弱小サラの高田です。今日はですね、実はめちゃくちゃ稼げるゲームソフトセドリについてというテーマでお話ししていこうと思います。今回ですね、古本市場の方にやってきているわけなんですけども、古本市場っていうのは、まあ、ゲームソフトはですね、かなりね、取り揃えが豊富にあって、ゲームセドリやりやすいね、お店になってくるんですけども、古市に限った話ではなくて、ゲオとか、家電量販店とか、イオンとか、そういうですね、ゲームを取り扱っているお店であれば、どういうお店でも通用するような、普遍的なですね、ゲームソフトセドリのやり方っていうのはですね、ちょっとね、お伝えしていこうと思っております。っていうのもですね、僕自身もともとね、もう底辺社畜でですね、もうサラリーマンで毎日ね、上司にプレッシャーかけられて、もうストレスでね、毎日参ってたわけなんですけど、で僕の目の前に一本の蜘蛛の糸がタラッとされてきたんですよ。それが一体何だったのかっていうと、セドリだったんですね。で、セドリっていうのは商品を仕入れて販売していくっていうところで、で僕もともとゲームが趣味で、学生時代でゲーム漬けの日々だったんですよ。でもサラリーマンになってからね、できる時間がなくなってね、結局社畜時代はゲーム全然できなかったんですけど、でね、このセドリって商品を仕入れていくわけなんで、商品知識っていうのがあればあるほど仕入れてもね、すごくしやすいわけなんですよね。ゲームっていうのがもともとね、趣味だったので、ゲームソフトに関する商品知識っていうのが、まあもともと結構あったんですね。だからゲームソフトセドリで、この社畜時代ですね、副業でかなりね、稼いでいくことができたんですけども、その経験をフル活用してですね、皆さんにですね、ゲームソフトセドリの稼ぎ方っていうのをですね、この動画1本でお伝えしていこうと思います。本当にですね、もうかなり詳しくね、お伝えしていこうと思ってますので、副業でちょっとね、セドリで稼いでいきたいなっていう風に思っている方は、ぜひこの動画最後まで見ていただけたらなと思います。それでは行ってきます。はい、でちょっとですね、本編に入る前にですね、こちらの古市ポイントカードについて説明していこうと思います。で古本市場でですね、セドリをやられる方全員ですね、この古市ポイントカードっていうのをね、作っていただけたらなと思っております。これなんでかっていうと、これポイント還元率が結構高くて美味しいポイントカードになってるんですね。でね、ちょっとね、見ていくんですけど、大体ですね、この4段階に分けられてまして、アプリ会員登録をされた方が、まあ、ほぼほぼね、このアプリ会員登録になるかなと思うんですけど、1%、還元という形になります。だから1万円のゲームソフトを買ったら、100ポイントついてくるという形ですね。で、その上の VIP 会員になれば、2% つくわけですね。これめちゃくちゃ美味しいですよね。これ古市っていうと、ゲームソフトも置いてるんですけど、トレーディングカードとかも置いてるんですね。で、そういうですね、カードゲームとかゲームソフトとか全般的にセドリしていくと、やっぱ1回の購入金額ってかなり上がるんですよ。仮に5万円1回の会計で、するっていう形になると、それだけでこの VIP 会員だと、1000ポイントつく形になるわけですね。で、その1000ポイントはですね、1ポイント1円で使えるという形になります。で、いや VIP ってなると結構買わないといけないんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないですけど、そんなことなくて、なんと1ヶ月のうちに3000円以上、購入したら、もうその次の月から VIP 会員になるわけなんですよ。で、3000円とかってもうセドリやってるともう一瞬で行くわけなんですよね。で、毎月ですね、この VIP 会員になって、だいたい仕入れの 2% が還元されるという形になります。で、しかもですね、購入するとき、例えば楽天カードとかのクレジットカード使って仕入れていくと、楽天カードって 1% ね、楽天ポイントとして返ってきますよね。つまり、これを含めると1回の会計で VIP 会員の 2% プラスクレジットカードの 1%、3% 分が、仕入れの段階で返ってくるという形になるわけなんですよ。古市でこのカード使っていくと。だからぜひね、この古市のね、ポイントカードっていうのはね、皆さん作って、セドリね、やっていっていただけたらなと思います。で、作り方もですね、めちゃくちゃ簡単で、公式でね、書いてくれてるんですけども、まあ、ご登録のね、流れなんですけど、まあ、この下の、この QR コードをですね、読み込んで、で、LINE 登録をするわけですね、古市の。で、公式アカウントの LINE 登録をして、会員情報を入れたら、もうそれで、登録完了という形になります。あとはこのポイント還元がされていくという形になるので、ぜひですね、これから古市でですね、セドリやるっていう方は、まずはじめに、このね、ポイントカードっていうのを作って、セドリやっていきましょう。ぜひですね、これ参考に、していただけたらなと思います。それではちょっとね、本編の方入っていこうと思います。はい、というわけで、ちょっとね、やってきたんですけども、これね、ちょっとスイッチの、ね、ゲームソフトを見ていくんですけども、ゲームソフトって一見見ると、こう見てもらったらめっちゃ多くなってる、あっちにもですね、広がってるわけですよね。で、こういう時ですね、どういうものを見ていけばいいのかっていうと、まず最初は限定版っていう、ね、ソフトに注目してみてください。で、例えば古市とか限定版っていうふうに、ね、書いているわけです。この限定版、
でこうやってね書いてくれてるのって非常に分かりやすいんですね。で書いてないものでも例えばこれ、まあ、こっちがですねこのゲームの通常版なんですけど、いろんなものが同梱されていたりとかプレミアムボックスこの辺も全部、ね、限定版になってきます。なのでこういう限定版っていうのを見ていきましょう。で例えばこちらの商品、これがですね今、鬼滅の刃の限定版の、ね、ゲームなんですけど、仕入れが8778円で、 Amazon が 12,900 円ですね。でこれ利益計算してみると1個当たり1651円利益が出るという形になっております。でランキングとしては11,885位で見ていくんですけども、で、まあ、3ヶ月ベースでだいたいこんな感じで、まあ、価格上がる前はですねもうバキバキに売れてて、で価格上がってからも最近ですね結構売れ始めているという形になっております。だから、まあ、1個2個くらいは全然仕入れていっていいかという形になるんですけども、結構ねこういうゲームソフトってこれ通常版と限定版がありますので、限定版をまずは見ていく、これはですねまずは徹底してやっていただけたら利益商品必ず見つかってくるかなと思います。だからまずはそこもしっかり押さえておいていただきたいと思います。はい、でちょっと次なんですけども、限定版ではなくて通常版でも利益が取れるパターンっていうのがありまして、それちょっと紹介していこうと思うんですけど、通常版のゲームの発売日結構ね利益が取れることがあります。例えばですね、まあ、これね普通の商品なんですけど、まあ、こちらですね、スイッチのゲームのさくな姫っていうね、ゲームソフトになります。でこれはですね今 Amazon がこんな感じで、まあ、利益はね全然取れないという形になってるんですけども、このゲームの発売日にめちゃくちゃこの商品高騰しまして、発売日がですねこれ2020年の11月12日ですね、この日にこの商品がめちゃくちゃ高騰したんですよ。で実際ですねちょっとキーパー見ていくんですけど、はい、というわけで、こちらのですね、天水のさくな姫、ちょっとねキーパーのデータ見ていこうと思うんですけども、でこれね見ていくんですけど、発売日が、2020年の11月の、12日ということで、ちょっとねそこ拡大して見ていきましょう。でこれですね12日になるとですね、まあ12日当日は、高騰してないんですけど、その翌日とか翌々日とかになると、一気にですねこれ青い波形がね価格なんですけど、ズドンと上に突き抜けまして、最大10,682円とかそれくらいまでのね値段に上がってるわけなんですよね。でこれ定価はっていうと、見ていくと、参考価格5,478円ということで、こちらの価格が定価になっております。で店頭ではね 10% 引きとか 20% 引きで並んでたわけですね。なので一商品あたり、こちらですね、まあ、ざっくり計算で約4,000円〜5,000円くらい、利益が取れたという形になってきます。で一時的にその後ですね、値段落とすんですけども、またすぐ高騰してみたいな形でも結構えげつなかった商品ですね。結構ねこんな形でゲームのね限定版じゃなく通常版でもですねこういう形で、高騰する商品とか、結構ありますので、ただですね一個注意点として、もうその後、まあ、1週間とか2週間とか経つと、もう一瞬でですね供給量が間に合ってしまって、こんな感じでねAmazonがね復活してみたいな、むしろもっとね値段が下がってみたいな形になってくるので、ほんのですね発売してから1週間とか、それくらいの時期のみ限定になってくるんですけども、まあ、こういう形で通常版もねめちゃくちゃ高騰してくるという形に、なってくるという形ですね。もちろんですね全ての、ね、通常版のゲームが発売日に高騰するわけではないので、ちゃんとですねこの商品の発売日に目を凝らして見ていく必要があるわけですね。でどんな風にね見ていけばいいのかっていうと、まあ、シンプルにですねこんな風にゲーム発売日とかっていう風に売ってもらうと、これゲームソフト発売スケジュールみたいなのが出てくるわけですね。でこれファミ通のねサイトでねまとめてくれてるんですけども、直近で発売する順番で、こんな形で並べてくれているわけですね。でこういう形でいつ、どんなゲームがね発売するのかみたいな形で見ていくことができますので、これの、まあ、ダウンロード版とかですねこれ PC 版っていう風に書いてるものはこれはね無視して OK で、ダウンロード版とか書いてないような、そういうタイトルはですね、きちっとねこれ例えば2月16日発売だったら、このゲームソフト Amazon でですね、検索してみてみたいな形でやると、あ今日発売したやつめっちゃ上がってるじゃん、じゃあ古本市場行こうかなみたいな、そういうようなね行動につなげていけるかなと思いますので、ぜひですねこれゲームの通常版の発売日っていうのは、結構ね目を凝らしてチェックしていただけたらなと思います。はい、でちょっとね次やってきたんですけど、次ですねこちらの2K23 っていうねゲームソフトをねちょっと見ていくんですけど、このね 2K シリーズっていうのがあって、これ 2K23 なんですけど、その前が 2K22、2K21 と、まあ、結構ねこれシリーズの商品になってまして、バスケのねゲームソフトなんですけど、このシリーズめっちゃ利益出やすいです。で実際これ仕入れが、6028円なんですけど、 Amazon が、7900円まで上がってます。
で仕入れ計算してみると1個あたり399円、まあ、400円ほどですね、利益が出るという形になっております。で実際売れ行きの方もですね、1ヶ月の波形でこんな感じでもうめちゃくちゃ売れてますよね。でしかも最近高騰してきているので、まあ、出品者数も減ってきて、ここからねさらに高騰していくって予測もねできるかなと思うんですけども、この商品ですね、もう間違いなく仕入れ対象になってきます。結構ねこの 2K シリーズっていうのはめっちゃ利益出やすくて、見ていくと例えばPS5 のね 2K23 なんですけど、今8500円になってたりとか、 2K23 のゴルフのね別モデルのね、ゲームソフトも7400円がちょっと上がってたりとかっていうような感じで、結構、ね、このシリーズめちゃくちゃ利益出やすいので、これ去年発売されたんですよ。また今年になったら 2K24 っていうのね発売されますので、ぜひですねこのシリーズ今後もですね、しっかり追っていただけたら結構利益取れてくるシリーズになりますので、注目してみてください。はい、次のですねゲームソフトのシリーズは絶対にこれからですね皆さん店舗来たらリサーチするようにしてください。それが何かっていうと、いわゆる乙女ゲーっていう風に言われるものです。乙女ゲー、まあ、女の子がプレイするゲームですね。このシリーズ利益商品がありえないくらいあるんですよ。例えばこれですね、全部乙女ゲーのねシリーズなんですけど、まあですね、こんな感じでこのですね 1,2,3,4,5,6 このね6商品全部プレミア商品なんですよ。で実際ですね、例えばこれとか白と黒のアリスっていうね乙女ゲーなんですけど、これ仕入れが4928円なんですけど、今 Amazon で7700円まで上がってて、利益計算すると1個あたり1328円利益が出るという形になってます。大体ですねこんな感じで、まあ、3ヶ月波形で、まあ、そこそこ売れてて、まあ、1ヶ月以内でねしっかり売れてるような形になってますので、まあ、1個2個くらい仕入れて2ヶ月以内に売り切るみたいな目安で仕入れていくのがいいかなと思います。で他にもこっちとかも白金の奇跡っていう、まあ、乙女ゲーなんですけど、この仕入れ4378円で、今 Amazon がこんな感じで6430円になってます。で仕入れ計算してみるとこんな感じで1個あたり800円ほどですね利益が出るという形になってます。しっかりねデータも見ていくと、まあ、3ヶ月ベースで見るとめちゃくちゃ売れてまして、でしっかり価格上がってからもですね、売れていってますので、まあ、全然ね仕入れてもいいかなという形になってます。乙女ゲーのねシリーズめちゃくちゃ利益出やすいので、乙女ゲーは見ていていただきたいと思います。で実際ですねどんな風にね詳しくリサーチしていくのかっていうのをねここからやっていこうと思うんですけども、はい、というわけでですねゲームソフトのねいろんなシリーズの中でもかなり利益が取れやすいですねこの乙女ゲームの、リサーチのねやり方ねちょっと見ていこうと思うんですけども、まず乙女ゲームにはですねこれ様々なブランドとかメーカーがあるわけですね。これをしっかりと覚えていく必要があります。でこれねまとめてくれてるようなねブログがあるので非常にね、見やすいんですけども、こう見ていくと、こんな形で、まあ、いろんなメーカーがあるわけですね。このアイデアファクトリーメーカーとか、このブロッコリーっていうメーカーとかね、様々あって、その中で一番僕的にプレミア商品が多いメーカーっていうのがこのオートメイト、かっこアイデアファクトリーって書いてるんですけど、ここのメーカーがやっぱね非常にプレミア商品多いですね。まあここにもね書いてる通り、最大手全体的に安定迷ったらまずここみたいな感じで書かれてるんですけど、やっぱねこのねあのアイデアファクトリーの、ソフトは非常にねプレミアになりやすいですね。で実際ですね検索していくんですけども、まあ、これですねあの店舗に行く前にこんな形でねリサーチしていくと、店舗に行った時にすぐに利益商品見つけられるので結構おすすめなんですけど、でこうやってね実際見ていく前にですね、事前にこれ拡張機能のですねイーリサっていうね、拡張機能がありまして、でこれを入れておくとですねこの Amazon 上でこんな形でこのキーパーのグラフを出してくれるんですね。でこれオレンジは Amazon がいるっていう商品なので、これはもう全然無視で OK と、むしろ Amazon がいなくなって価格がこの上がってきてるような、そういう商品はメモしておくっていうことをしておいて店頭に行って見つけるみたいな、そういう形でやるとね結構ゲームソフトでも利益商品見つかりやすいんですけども、詳しくはですねこちらの動画で解説しておりますので、概要欄貼っておきますのでぜひね参照いただけたらなと思います。で実際見ていくんですけども、例えばですね、まあ、こういうものとかこれ見ていただいたら、このねキーパーのグラフが直近で価格上がってますよね。この価格のグラフがぐんと価格高騰してて、キーパーも売れているっていう波形がありますよね。じゃあこれね少しねプレミアになってきているのかなっていうのがわかりますよね。こんな形でですね、事前にねこうやってリサーチしていくっていうのがね結構ポイントになってきます。で他にもねどんどん見ていくと、例えばこちらの商品とか、このですねカラー×マリスっていうね、商品ですね、ちょっと読み方合ってるかわからないんですけども、
でこちらもスイッチの商品で、これ見てもらったら直近で価格上がってきてますよね。じゃあこちらもですねプレミアになってるのかな。しかもこれキーパーの刷毛見てもらったらギザギザしてるので、あ、売れてるんだなっていうことが分かりますよね。こんな形で事前にですねリサーチしておいて、店頭でリサーチするとクリエイク商品がですねポンポン見つかってきますので、ぜひこういう形でですね事前にメーカーを検索窓に入れて、リサーチしていくっていうのが非常におすすめになってきます。まあ、今回ねアイデアファクトリーのねリサーチしたんですけど、他のメーカーとかいろいろありますので、こういうのもですね皆さん、動画見終わった後ですね実際 Amazon 上でリサーチしてみていただけたらなと思います。はい、というわけで、今回ですね古本市場の方でゲームソフトセドリやってまいりました。今回のお話まとめるとですね、ゲームソフトっていうのはですね基本的に限定版っていうのがすごくプレミアになりやすいです。まあ、今回ねお伝えしたのはね鬼滅の刃の限定版なんですけど、正直僕ですね今現状だいたい年間の3分の1くらいはゲームソフトで利益取ってるんですけども、その利益のほぼ全てが限定版という形になってきます。だからね本当限定版で非常に利益出やすいので、ぜひですね店舗来た際にはですねチェックしていただけたらなというふうに思います。それと例えばバスケの 2K シリーズっていうのがですね通常版でも非常にプレミアになりやすかったりとか、あと乙女ゲーですね、女の子がプレイするようなゲームソフトっていうのもすごくコレクターが多いのでプレミアになりやすいです。ゲームソフトもこういうものがプレミアになりやすい、逆にこういうものは微妙みたいなねことがあったりしますので、ぜひ店舗に来た際はそういうですねどういうものが高騰しやすいかなっていう目線で商品のねリサーチっていうのを進めていっていただけたらなと思います。最初にですねちょっとお伝えしたようにですね、まあ僕ですねもともとゲームが趣味だったので商品知識っていうのがまあ元々あったんですね。でもそういうね商品知識とか全然ないよみたいな、そのゲームも興味ないし、そもそもセドリで扱うような商品に対してその知識なんかないっていう方もですね、そういう方向けにですね僕今公式 LINE の方で6日間の無料のセドリの特別講座っていうのを、期間限定でですね開催しておりますので、そこで商品知識の付け方みたいなところをめちゃめちゃ深掘りしてお伝えしておりますので、ぜひですねゼロから、スタートしていくっていう方はですね概要欄からですねチェックしていただければ、セドリで稼ぐ上でのスタートダッシュ決めれるかなと思いますので、ぜひ、概要欄をねチェックしていただけたらなと思います。というわけで、こんな形で、これからもですねまずは副業でセドリを始めていって、ゆくゆくは会社に依存しないような、稼ぎ方ゲットしていってやるぜっていう、方に向けた、セドリの動画っていうのをこれからも発信していきますので、ぜひセドリについて勉強したいとか深く理解したいという方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらと思います。それと今回の動画、少しでも役に立ったという方はいいね押していただけるとすごく嬉しいです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。ここまで動画を見ているあなたに特別なお知らせがあります。今僕の公式 LINE では6日間のセドリの無料特別講座を実施しています。 YouTube のセドリの動画を見てても一向に前に進まない、繰り返し繰り返し動画を見ていてもなかなか一歩踏み出すことができない、そんな方に向けて僕が教えているセドリのスクールの内容を一部切り取って超実践的な内容を超具体的にあなたに無料でお伝えしています。そんな僕のセドリの全てを入れ込んだ無料講座の参加方法はこの動画の概要欄に僕の公式 LINE を貼っておりますので、そこから友達追加していただくとすぐに受講していきます。ちなみにもうすでに登録済みの方は無料の特別講座とメッセージいただけたら受講していきます。そして6日間しっかり受講していただいた方にはセドリの商品リサーチの全てが網羅的に載っているセドリの商品リサーチ図鑑っていうのもプレゼントしています。ちなみにこの講座は定員が埋まり次第終了となりますので、受講したい方はお早めに参加いただけたらなと思います。 YouTube では話せないような濃い内容となっておりますので、ぜひ参加いただいてセドリで自力で稼ぐ力というのをつけて、時間やお金に縛られないような人生っていうのを手にしていきましょう。それではあなたのご参加をお待ちしております。それではさよなら。